1497年法典、または1497年のスジェブニクは、1497年にモスクワ大公イヴァン三世が発した法令集。地域ごとに分かれていた法を統一することにより、ロシア国家の中央集権化に大きな役割を果たした。1497年法典に収められた内容は、大元ではコルーシ法に起源を持つが、ルースカやプラウダ。 プスコフ裁判法典、モスクワ大公の直令、監修法などを取り込んで、時代とともに変化した政治、経済的状況に適応している。法令集は、訴訟法が中心であり、裁判管轄や裁判所ヒエラルキーといった、司法体制やを整備し、弁護士費用なども規定している。また基本的な犯罪基準や、捜査方法を統一、整理し、死刑や、 鞭打ちなどの刑罰も定めた。また、封建制の下で地主を保護するため、各階級勢力独自の法整備を制限し、自項制度を拡大した。諸公国やボヤール、大公の直轄地の財産を侵害した者には鞭打ち、農民に対する、それは罰金が課せられた。農民が土地を離れようとした時には、追徴金を領主に納めるよう定められ、また、 ロシア全土で11月26日に農民が自由に漁師を変えることができるという有利の日の規定も定められた。ありがとうございます。